コミュニティクライストの紋章コミュニティオブクライストは、キリスト教系の新宗教の一派。旧章、復元末日聖徒・イエスキリスト教会。俗にモルモン教と呼ばれる、末日聖徒・イエスキリスト教会と同じく、ジョセフ・スミス・ジュニアが創設した教団をルーツとする。本部は、アメリカ合衆国ミズーリ州インディペンデンス。世界50カ国に25万人の会員を要すると、 交渉している。日本では、復元イエスキリスト教会の名で活動を行っており、東京都世田谷区成城、沖縄県議の安市に礼拝施設を持つ。モルモン教の教祖ジョセフ・スミス・ジュニアは1844年、暴動罪により収監されていたイリノイ州、カーセージの牢獄で死刑によって暗殺された。その死後教団は、カナダとイギリスでの伝道に成功し新規回収者。 移住者からの指示の扱った十二支とブリガム・ヤングが支持者と共に西部へ移住するモルモン開拓者となる一方、初期に改修しすでにコロニーを形成していたグループは残留、教会は分裂した。分裂の原因はジョセフ・スミスは生前後継者選任方法を明らかにしていなかった。ブリガム・ヤングはジョセフ・スミスの計画の従順な後継者ではなかった。 ブリガム・ヤングの活動は主にアメリカ国外での伝道活動であり、古くからの回収者たちにとって彼の指導力には疑念があった。教会内部の扶助協会で主権者相続における派閥があった。等が挙げられる。残留した信者たちは約50ほどのコロニーに分かれ緩やかな連合体を形成したが、やがてジョセフ・スミス・ジュニアと 生災エマ・スミスの間に誕生したジョセフ・スミス。3世の成長を待って正当な後継預言者として、擁立1860年に教団が再組織された。当初はブリガム・ヤング派と同じく、末日聖とイエス・キリスト教会としていたが、1872年に復元末日聖とイエス・キリスト教会と解消した。2001年には、 コミュニティー・オブ・クライストと、教会名を解消。末日聖とイエス・キリスト教会との公的な交流はなく、独自の発展を遂げている。多才婚についての見解創立当初から、一夫多再生協議は恥ずべき慣習として否定。一夫多再生の協議は、ブリガム・ヤングが分裂後に定めたものとするが、仮に、ジョセフ・スミス・ジュニアが事実上の一夫多再生を、 行っていたとすれば誤った行為であったとしている。真剣1984年より女性への真剣授与が認められている。地位の言葉飲酒、喫煙を禁止する今しめは存在しないが、生殖につくものはこれらを遠ざけるよう求められる。預言者預言者への生人はその言動の無病性を保障するものではない。任期の定めはないが、終身性ではなく、後継者は、 現任予言者が指名する。ジョセフ・スミス・ジュニアの直系子孫が予言者に就任していたが1996年に W. グラント・マクマルイが予言者として生任された。献金の義務10分の1の立法は全収入から、租税効果、生活費を引いた残りの10%を献金額とし、所属の協会に収める。参考、末日生徒。 イエス・キリスト教会聖書霊感訳聖書を使用。モルモン書モルモン書が、ジョセフ・スミス・ジュニアが金版から翻訳したものか、創作かは、神徒個人の判断に任せる。教義と聖約ブリガム・ヤング派が、ジョセフ・スミス・ジュニアの死後ブリガム・ヤングが、後継預言者として、成任されるまでなのに対して、復元派は、ジョセフ・スミス・ジュニアの死後40章以上追加。 予言者が受ける掲示は総大会での承認を経て、協議と制約に新たに追加されている。ありがとうございます。